あなたはできる。諦めなければ必ず報われる。成功への第一歩は一歩を踏み出すことだ。夢を持ち続けることが大切だ。努力は必ず報われる。自分の可能性を信じよう。挑戦することが大切だ。失敗を恐れずにチャレンジしよう。自分の道を切り開こう。自分の夢を叶えよう。時には途方に暮れることもあるかもしれません。困難な道のりに立ち向かうとき、私たちは励ましと希望を必要とします。そんな時こそこれらの言葉を思い出しましょう。この世界には限りない可能性があります。あなたにもそれが備わっています。たとえ現在が厳しい状況であっても、信じて進んでください。自分を信じることが成功への第一歩です。挑戦という名の壁が現れたとき、恐れずに立ち向かいましょう。挫折や失敗は成長の機会です。大切なのは立ち上がる勇気と忍耐力です。諦めずに進み続けることで、自分の道を切り開くことができます。努力は報われます。その結果が直ちに現れないとしても、諦めずに取り組むことが成功への鍵です。夢を持ち続け、自分の可能性を信じてください。その信念があなたを強くし、困難に立ち向かう勇気を与えてくれます。あなたの夢は叶える価値があります。決して自分の夢を諦めず、目標に向かって進みましょう。この世界は勇敢な人が力強く進むために存在しています。あなたならできる。成功への第一歩は今踏み出すことから始まります。自分の可能性を信じ、困難を乗り越え、自分の道を切り開きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。